はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。まあ、ちょっとね、いろいろ日記的にね、話したいことがあるんで、選出先にちょっと決めてから話します。これは無限ダイナー、エアームドアット1で、まあサンダーがゲロだから、まあ、バンギかハピになるかな。まあ、イカ様でいじめれるのはバンギか。で、ダイナムドっていれば、タクに負けなければウオノラゴンは大丈夫だから、それでいく感じかな。初手ラグだから、ダイナから入って、バンギムドを裏に置いて。相手ラグラージから来たね、やっぱね。ラグラージ入りは大体、まあラグラージがサイクルできるポケモンじゃないから、初手で投げて動くしかないんだよね。で、これね、まあ身代わりケアで地震から打って、出てくるかどうかだけど、まあ大魔法からでいいか。まあ多分ステロから来んのはなくて、まあメガネケアするんだったらあくびからなんかな。でもそうするとこっち大魔クソ2回打てて、さらにもう1回タクできるから、あれだと思うけど。ステロから来た。まだ余裕ある。あと2回は相手こう、ん？じゃあ、あと2回は耐えて、まあ、木の実の種類によるって感じか。まあ、一回身代わりでいいかな。まあ、カバルドンと違って、吹き飛ばしがないのが楽はね。ラグラジは。はいはいはい。アドを稼いでいって、まだ今方2発で落ちないかな、次。まあ、毒あるダイヤだったら、こう毒入れるんだけど、もうちょい早い段階で入れるんだけど、まあ、ダイマックスもまあまあ、ちょっと勝たなきゃいけない卓の数が増えるだけで、半分ギリ届かないぐらいは入る。ボンの実でしょ、多分。じゃないと多分、計算立たないよな。ああ、オッケーオッケー。まあ、ステロ巻かれただけでラグラージ処理できたから、だいぶでかいんじゃない？ちなみにこれ地震から入ってくるラグラージには、いやそれ考えてもまあ、あれか。ダイマックスからより身代わりから入ってよかったか。まだヒットポイント的に余裕あるし。タク続くわけだから。まあ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 、でも。まあ、あくび展開に対して後手に回るから。それに対してまあ一応身代わりでちょっとあれできてんのが。カバルドンはな、そこが吹き飛ばしもあるのは強いけど。まあ、怠けるが入んなくなるからね。そうすると。それが厳しそう。で、問題は、裏のネクロズマなんだけど。はいはいはい。アーシフ。これ多分シンプルにダイマックスを2発撃つべきで。後出しからだったらダイジェット考えると怪しいんだけど、対面からだったらダイマックスを相手きついから。まあ、それでいいんじゃなかろうかっていう感じで。ダイマ切ってきた。ネクロいないっぽいなぁ。まあ、無道突破できないネクロなら、まあ、投げないか。攻め駒はそれが難しいよな。選出できるポケモンいなくなっちゃうな。なんかに止めれるから投げんのやめるかってやってると、一匹も選出できないことになるから。それがきつそう。で、まあ多分、7割ぐらいは、6割は絶対いくと思うんだよね。確認取れないってことはさすがにないから。あ、オッケーオッケーオッケー。ジェットから来てもまあ大丈夫だね。うん。ダイマックスここはむずいよな。ハチマキなかったことになっちゃうから。まあ先に展開できると、こういう風に行くけど、後出しする展開になるとね、やっぱ、きついね。これ落ちラスト、あれだからね。ネクロズマがいて、熱風持ってるパターンだね。いや、この話しないか、まだ。その日記的な話で、今日は25日に撮影してて、これが多分26の月曜日に上がってると思うんだけど、27、28、29、30ってね、今月ってかこのルールがまだ続くから、その間の動画どうしようかなと思って、でも多分、今週中、には
その新しいルールのさ、絶対その、なんていうの、あれが来るから、これマジフレ入れとけばいいかな。ああ。新しいルールの発表が来るから、降参になっちゃった。次の試合で話すか。まあいいや、GG。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきますのと、ついでにね、その話をいろいろしていこうと思います。ついでっていうかそっちが本体だけど。ねえ、ルージラはちょっと、わかんないけど。あいつ何してくんだ？あ、無限ナイア投げとけばいいだろう、とりあえず。ダイナムドをハピかな。エスバがゲロだけど、ダイナでガン、いやー、タマジェットはちょっと重いなー。無道絡めて頑張りたいかな。で、バーンに対応投げれればいけるけど、まあ、そんな感じかな。さっきの話の続きなんだけど、そう、今が25日の月曜日にこれ撮影してて、アップされるのは多分26なんだよね。で、まあ、その、なんて言うんだろう。その後が、なんだっけ。あ、そうそうそう、そう。あと27、28、29、30ってこのルールの期間があるから、あと4本は取らなきゃいけないと。ただ、このルールのあと動画4本分も撮影するのめっちゃ重いからさ、で多分ルール変わるじゃん。ルール変わるから、で今までなかったんだよね。元のルールにそのまま戻りますみたいなことって。だから、多分何かしら新しいルールが来ると思ってるから、それで本数ちょっと稼げないかな。なんか、カジュアルはちょっとあんまやりたくないけど、こういう構築ちょっといけるんじゃないかみたいな。そういうなんか、そういう感じの動画作りたいけどな。サイコやめてね。アタック。これ陽気エスバだね。イジエスバよりギリギリ早かったりして、安定しないから、再生からじゃなくて右側から入ってるんだけど、これで多分ダイマックス枯らせるかな。陽気玉。身代わって。で、次身代わり壊されながら再生して。多分ナックルじゃさすがに身代わり割れないと思うから。いけそうだけど。これ後足からだったらさ、この動き、かなり怪しいよな。ギガインパクトのアタックでしょ？まあ、ジェットになったらなんかまだいけるようなダメージ計算だった気がするけど。無理なんだっけ？まあ、あと意地だと終わりだね。普通に。まあ、その場合上から身代わり。で、次アタック食らって再生し、いやー、どっちみちだな。まあ、これで僕もダイナが相手のエスバイル遅くなってるから、ここも再生でいいね。で、再生して、ナックルからギガインパクトは多分一発耐えるから、まあ、アタック連打ならそもそもその心配はなかったわ。はいはいはい。相手なんか結構、ルージュラなんか意外となんか使ってる人ちょびちょびいるよな。ねえ、そうそう、もう話はね、その、このルールであと4本取るの気が重いなっていう話と、なんか、その、5月以降に、どんな風になるか、っていうかそっちの、動画作るのは楽しみだな、みたいなね、感じっすね。これギガインパクト食らって身代わり残せるかな。一応再生をしとくか。ガブだったら引けばいいし。ああ、まあダイナのヒットポイント残せるのでもいいし。なんか来たけど。待った。が来たけど。色違いだし、こいつ。ここ身代わり置けばよかったんか、じゃあ僕が。でも相手ダイマックスないぞ。え、外したらさ、身代わり残って終わりじゃね？置きに行くけど。当たるね。ちょっと待って。タイム。いや、弱点とはいえさすがに、ダイマックスないし殺されるわけないから。あー、特殊なんだ。次じゃあハピ引こっか。ここ起きてくれる
どう、嬉しい、めっちゃ嬉しい。タスキか。まあ確認は取れてるかな。何でも耐えそうな気がするけどな、これ。まあさすがに引かないとまずいか。投げで処理できるから。ねえ、これでハピ殺されても、ダイナで切り返せるでしょ。S 戻るから。いけんじゃね？あぶねえ。こんなわけわかんないポケモンに負けるわけにいかないんだよな。なんか、ルージュラドリームを掴もうとすな。マジで。ルージュラドリームは、ドリームじゃないよ、全然。命落とすだけだよ。え、そらったらまだゲンガーであった方がよくない？催眠術で。あ、命中がこっちの方がいいんだっけ？いやいや、そうだとしてもゲンガーだよな。まあ、僕がゲンガー好きだからっていうだけの理由もあるけど。え、でもどう考えてもさ、見た目ゲンガーの方がいいに決まってんじゃん、こんな。いや、わかんない。ルージュラの見た目が好きなやつがいたら悪いから、なしだわ。これ以上言わないわ。なんかまずいの持ってるけど、耐えるか？一発は耐えそう。耐えなくて、耐えなくて、匠ショック催眠氷技でしょ、アット1。これちなみに僕も無限大な最速攻撃してるから、まあまあ運いいんだけど、海洋がやばいか。まあ、マジフレで取って。海洋が裏から出てくんだろうな。バンギラスいればよかった。いや、バンギー。いや、両方は投げれないね、さすがに。あ、いける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 。ウーラオスならいける。これ、身代わり置いていいでしょ。まあ、強打だと思うけど、これ身代わり残して突破できるよな、多分。食らう。次も身代わり置いて、エースバーン。いや、多分いけるよな。危ねえ。ルージュラ入りに負けたくはないからね。ああいうでも変なポケモンってさ、受けループ殺す用で入ってること多いから、そういうポケモンこそ怖いんだよな、結構。強打があと2回しか相手打ってないから、まあ、TOD も全然まだ慌てるような時間じゃないね。まだ多分試合6分ぐらいだと思う。ここも身代わりして次再生かな。ああ、身代わり身代わりでもいいか。OK。ふぅ、危ねえ。ルージュラに負けなくてよかった。GG、お疲れ様でした。